おはようございます。今日も皆さん頑張ってくれてます。朝から高圧洗浄機で洗ってくれてます。任せ、ここは任せて。恥ずかしいやんもう巻き運んでくれてます。うちの娘も頑張ってる。頑張ってるわ。お疲れ様。ママ早いな。まあ、パパの方が、はい、え、パパがここしか行けないえ、おかしいよあれ、うちの息子はどこ行った。どこ行った。いるかな。みんな仕事してんで。お前何やってんねん。スイッチ。なんかこいつ全然だわ。うちの息子はダメや。さあ頑張っていきますよ。うわ、今日は天気悪い。おはようございます。今日はね、今日会員さん一人が作れてる。一人だけポツンやね。今日ここにね、洗面所、洗面台をちょっとね買ってきたんですよ。もうぐちゃぐちゃ、もうなんかいっぱい乗って、これ買ってきます。これや、これや、これや、なんかこんなやつ。よし、とりあえずこれを組み立てよう。組み立てます。よし、とりあえずできた。できた。ちょっと台がないから、ケトの上に乗せたけど、水を入れて、ホースをつないで、排水はここに止まる。めちゃめちゃ簡単。これで、水道をひねって出てくる。水圧弱い弱いけど。めちゃめちゃ弱いけど、まあ手洗うとかは十分かな。よし、こんな感じですね。まあ、まあ、次ここにちょっと棚作って、あれをちゃんと置けるようにまたやります。よし、とりあえずよかった。あ、今日は天気ええわ。おはよう、おはよう、おはよう。そんな鶴橋片手にどこ行く
向こうはもう大体もう終わってるんだけど、こっち側は全然手つかず。で、草刈りしたまんまやな。いや、あの根っこのかな。いくらか。結構いいね。ロール。ロール。このな。でもね、切ってるから弱なってる。あら。弱くない弱くない。でも、あの、たぶん土質がちょっと違うんちゃう。ここ似てるの。ただ、いっぱいおるけどこっちはとりあえず今日はやっていこうかな。今日も頑張ります。いや、これ大変やな。お、そうそうそう、でもいけるな。ゴミが、ゴミがなんか必要できたら。このネットはありとあらゆるところ。なんだろう、このゴミだな。地道な作業。え、何？なんか言って。え、へへ、なるほど。いや、なんで、なんでにゃん。お前やれって。嫁がこんなに頑張ってんのに大きなもんやな。え、カメラも必要やろ。でもよう草刈りやったわ。私やよな。これどうすんの。抜いたやつ、抜いたやつはどうすんのって何。やっぱ強いな。すごいね。パパ、何かきた。え、何、なんて、誰かきた。え、誰、あれ、あら、え、重機が来たで。もう一台来たで。みんな来たで。でかいし、ほんで、なんか、え、怖っ、怖い怖い。あれ誰誰、シロー、シローさんや。ナンバーシローさん、え、神戸ナンバー、神戸ナンバーです。あら、あ、おはようございます。どうしたんですか。いや、なんか作業、今日仕事空いたんで。え、わざわざ、うん、もうどこやったっけ。兵庫県から。すいません、もよければ土下座しとく。よければ何か手伝え。おはようございます。助かります。会員さんが手伝いに来てくれた。急に頑張ったんで。なんか手伝うことあります。いっぱいあります。めっちゃある。ちょっとやらせてもらいます。ありがとうございます。こんなことしかできない。いやいやいや、もう今ちょっと根上げてました。あ、全然、もう根っこちょっと気になっとってね、前の奥見残りだやつだけどね。頑張ります。お願いします。はい、お願いします。助かったな。助かった。やりだしたけど、ちょっと、あ、これ無理やと思ったよ。なんやこれ、工事現場のやつや。
俺も怒られる。そんなに跳ねんの？大丈夫大丈夫。一気に。これ。そうそうでした。一気にでかい。あ、あんた反対じゃん。あ、もう一回ごめん。初めが面白かった。取れた。取ってた。ではでは。お願いします。頑張るぞ。頑張るぞ。ああ。えいえいおおそっか。やったやった。多い日のやってるやろ。やってるから。いいね。派手。誕生日プレゼント買ってもらいました。奥様に。ありがとうございます。いいえ。めっちゃ虫が好きそうな色や。めっちゃ寄ってくる。なあ、光っとるわ。ダサい。なんでこの色なんやろうって思ったもん。いや、これ、どうぞ。お揃いやん。だん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 キャンプ場になってきたな。ちょっとずつちょっとずつやけど奥さんがもうすぐ帰ってくるはず。あ、帰ってきた。買い物行ってた奥さん帰ってきましたよ。みんなでまたちょっとバーベキューしようかなと思って帰ってきた。お帰りなさいませ。帰りましたよ。お肉準備しときましたよ。ありがとう。久しぶりやなこれ。1回2回2回しか使ったことない。買って2回しか使ったことない。使ったって言っても一瞬やし。おーおお。めっちゃやってくれてる。ご飯しましょう。ありがとうございます。いえいえ、ご飯食べましょう。お腹減る。あ、ごめん取ってた。めっちゃ前立ってた。ちょっと巻きモード。はい、どうぞどうぞどうぞ。なだれ起こさないでください。いやいや、それでビクビクしてる。手に抜いてバンカンじゃ怖いじゃん。ん？気が弱い？でもこのぐらいでじっくりいかなあかんの。うん。前食べさせてもらってからこのポン酢ありやん。もうこれうちずっとやで、これ今。売ってました？あった。でしょ？あるでしょ？どこでもあるの？ここで食べさせてもらって次の日にアマゾンでこうでな。そう。帰るフレンド行ったらなかった。アマゾンで頼んで。アマゾンで売ってるんや。それがびっくりやわ。どこ何つけても美味しい。サラダとか。玉ねぎポン酢。うちはサラダにかけるな。玉ねぎ系うちようかんな。何でもや。サラダ、肉。そうそう、何でも。ショーラン、ご飯につけて食べとくわ。雑炊、あの、おじやした時に、鍋の後のおじやあるやんか。あれにもかけとく。なんか豚肉好きだよね。豚っすか？それじゃないっすか？豚しゃぶとか。40回ってから牛肉あんまり食べようになりますね。なんか家でももうメインは鶏。カレーでも鶏。しもくん食べや。食べよ。行こう。しろちゃん食べ。動かれへんよ。しろちゃんが動くんじゃない。機械やん。いいやん。またコンセント使ってきたよ。なんかまあ光るかもしれない。ガウンマ。え？何も聞いてへんかと思う。いや、俺食えんかったよ。ガウンマ。あ、落ちた。アキラさんがそういうこと言う。俺のせい。でももうアキラさんね、いじられるのは当たり前じゃないですかね。コンセントとして頭光んじゃん。綺麗もんだね。よし、もうバーベキューも終わり。昼からも頑張りましょう。おー、いいね。かっこええわ。
なんかおかしなってる。ね、いいね。あ、知らんの。これいらんの。これ。え、いらん。湯動き取れる。邪魔って言われました。危ない。気をつけて。はい、はい、はい。行くよ。せーの。さあ、あっちのちょっと手伝いにしましょうかね。頑張ります。奥様がハマってる。俺入れへんやん、これ。ちょっと待ってよ。せーの。これ、しんどい。やばい。これちょっとあれ、水抜かなあかんな。どうやってんの、この。多分向こうとかどっかにあるんちゃうかな。こっから水入れて、どっか流すのはあると思うんだよな。決まってんのか。向こうは一回こう、ぐるり買ってみて。お母さんは。このままじゃあかんわ。めっちゃ一日で変わった。助かる。ありがたいわ。うちの子供、焚き火してます。火遊び。ね、進んで。ね、助かりました。今日一日。こちらこそ。突然来て。いやいや。たまたま通りかかってね。たまたま。こんなことあるか。だいぶ出てしまう。兵庫県からわざわざ。そうそう、おばあちゃんに行こうとしとったけど。また来るぞ、イエーイ。またお願いします。では、今日もお疲れ様です。お疲れ様でした。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。では、さようなら。さようなら。